松岡聖剛さん死去、80歳著述家、編集工学者。編集工学を提唱し、情報や宗教、美術など幅広い分野で日本文化を論じた、著述家の松岡聖剛、松岡聖剛さんが12日午後1時53分、肺炎のため東京都の病院で死去した。80歳、京都市出身、葬儀は近親者で行った。後日、お別れの会を開く予定。早稲田大を中退し、1971年に雑誌U を創刊、編集工学を提唱し、87年に編集工学研究所を設立した。2000年には、インターネット上で毎日一冊ずつ紹介する読書案内、千夜千冊を開始し、ライフワークになった。20年に開館した文化複合施設、角川武蔵野ミュージアム、埼玉県の館長を務めた。